はい、お願いします。はい、お願いします。経験ね、選んでもらって今日からね、専門授業やりたいと思いますんでね、まずね、とりあえずとにかく東市内はね、とりあえず最後までね、で作業でよろしくお願いします。親指で人を持って、ここのマグスイするし、で、真ん中だよ。あ、そうここで、ここで行くか。ちょっとの、これの浮いたとこ探す。あ、ここ行けるわ。ちょっと待てよ、行くぞ、センスが行くぞ、はい、あーまだ緩いな、もっと引っ張ってこれぐらいで行くやろ。ほんでもう目いっぱい引っ張る。ほんでここでやっぱり届いてないけど少し緩めてこう、これもうパンパンで張っとる。あ、オッケー、よっしゃ、着いた。あ、そうそうそう、それからもうマイナス5で測ってやって。もうちょい伸ばす。オッケー、もういける。あ、めっちゃ出てますね。出とるやろ、出が違うでしょ。ほんだら今度ボード張った時にこの出とる分だけボードが浮いてしまう。あ、必ず表に出るところはこのちっちゃいビスを打たないから、これ覚えとってよ。ええよ、僕は学校のなんかそのチラシかなんかで先生からこういうとこありますよってなって、あ、そういうとこあるんですね、しかも食費しかいらないみたいになったら、うん、やっぱ入っとく損はないかなみたいな感じで僕は、いやー、そうですね、やっぱ難しいですけど、うん、やっぱその現場仕事だけは違って、その先生たちも初心者相手なんで、うん、すごく優しくてなんか包むような感じに教えてくれるんで、すごいやりやすいです。あ、めっちゃ楽しいです。やりがいあります。あ、そうです、もともとものづくりが好きなんで、で探して、はいはい、やっぱりものづくりが好きだったらいろんな、うん、でここ来ると9種類全部できるんで、うん、はい、自分で給食探しちゃうと一箇所に行っちゃうと思うんで、うん、一旦来て自分に向いてるのを、はい、見つけれるんで、とってもいいと思います。楽しいですね。あ、なるほど。もともとものづくりが好きっていう理由で来たんで、うん、はい、初めてのことばっかりですけど、うんうん、楽しいです。やっぱり自分のやりたいことをできるのは一番いいと思うんで、女の人でもぜひ挑戦してもらえたらなって思います。ありがとうございます。こっちから絶対取れんよ、張ってないんだよ。こういうことだ。これは510、これはそう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 、ここの下に書いたら、そのと758をここへ650を、これできた、で、これもできたよ、1234できた、あとは最後が750。こういうふうに両手で邪魔で持つんだもんね。なんかうまいな。ラッキーも早打てやるのよ。もう早く足引き歯入るね。
そうそう、真ん中ねんの。そうそうそう、早くそれそれ。オッケー。はい、はい。カッターで。ます。これ全部解体せないかんけど、乗り付けへんけど、乗り付けます、乗り付けます。で、こう持ちます。これ一人でやる。これ二人でやるの違う。一人。で、ここが一発目の張り出し。で、まず先生がやらせるとかで寄せる。でも、離して持ちるわ。で、あとはそのまま向きは一緒ですよ、みたいな。先生。分かるようにゆっくり打ったんで、はい、うん、オッケー、この時に1箇所つけたら思いっきり締めんでいけん、まだ、はい、ある程度軽くで締まっとったら、もうこれ離したら絶対ここは落ちない。入ったか、入ったかな、入ったか、入った、入った、入った、ちょっと上げてみて、ゴゴトロゴトロゴトロ、ほんで最後ドライバーあるやろ、そこに、そう、それで爪をキュッと締める。よっしゃ、ほんならもうこっち終わった、はい、できた、やった、鋭いわ。